昨年開催した今度の企画が終わった時に皆さんが来年もやろうねっていう終わりだったもんですから、なんとか今年も仕上げたいと思って、もともと宿場町だったもんですから歴史の重みと面影がたくさん残ってますので、人を集まってもらって、実は世帯の交代の時期にやってきました。でもまだ年寄りがたくさんいますので、これから地域を盛り上げるためにはこの空いたところに新しい地を持ってきたいと、そんなことがもともとのこの阿賀野宿を再生するための思いでしたから、ネオ日本の位置みたいな、こういうふうな新しい発想の人たちが入ることによって空気が変わってきてます。今若い人がですね、やっとこの阿賀野宿へ移住してくる人がこの1年で増えてきました。この人たちが中心になってこの宿を維持してもらっていくことで、歴史的な事実が残っていくんじゃないかなと思って、私はそんなに先のある年齢ではないので、若い連中になんとか受け入れやすいような環境づくりをしたいと、まあ頑張ってます。月が